皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、ライバルがバラの花を10本送ったらあなたは何本のバラの花を送りますか、というお話です。はい、ですね、これは正確に言うとですね、スティーブ・ジョブズが言ったという名言のちょっと文字たものなんですけどね、実際には彼は何て言ったかっていうと、美しい女性を口説こうと思った時、ライバルの男がバラの花を10本送ったら君は15本送るかい、そう思った時点で君の負けだ。ライバルが何をしようと関係ない。その女性が本当に望んでいるのかを見極めるのが重要なんだ、というのが本当の言葉なんですけどね。今日はなんでこの話をしようかと思ったかっていうとですね、最近新しい方のですね、コンセプト設計とかをやっていくときにですね、なるべくご本人の意思意図を大事にするのでですね、どんな形でこういう方向性で作るんですよっていう話をしていくんですよね。でその時にご本人がもちろん出してきていただくものに対して、それはどういうことなのかっていうのを確認したりする時にですね、スペック勝負で、話をしてくる方が結構多くてですね、これは教室の先生ほぼほぼ割とそういう感じが多いんですけれども、スペックっていうのが、じゃあ例えばですね、そうだな、分かりやすい感じで言うと、私はパン教室とかもやっていたので、〇〇パン教室がパンを3個お土産につけていました、だから私は5個お土産を出すという教室にしますとか、これ極端な話ですけどね。あとはもう価格の話とかは本当によく出てきますよね。近くにいる競合他社の教室が、ワンレッスン5000円でやってます、なので私は4000円にしますとか、これはねすごくよくある話ですよね。4500円にするとか、こういう形にですね、教室の設計をしてしまうと、うまくいく時ももちろん稀にあるんですけれども、通常はうまくいかないというのが、そのライバルがこうだから自分はこうするっていう値決めであったりとか、仕様の内容の作り方をする方っていうのは何ができてないかっていうと、お客様が本当に望んでいることを知ろうとしないでですね、その相手がそうしてるから自分はそうするっていう、この例えば A 教室で自分が B 教室だったとしたら、 A 教室がそうだから自分はこういうふうにするっていう、ここお客さんじゃないですよね。こっち側にお客さんがいる、その人が何を望んでるのかっていうのを見極めないと、うまくいかないよっていうお話なんですね。ですから今日はその考え方がどういうふうに発揮されるのかっていうこととか、あとはそういう考えもなぜいいのかですね、このあたりを中心に今日はお話をしていきたいというふうに思ってます。私自身はですね、実はスティーブ・ジョブズはすごく好きで、iPhone の作った、Mac とかもね、やられた非常に素晴らしい経営者なんですけど、もちろん頑固で偏屈でっていう部分の話とかも知ってますし、エキセントリックなので技術者がすごい一生懸命作った試作品とかもポーンって投げちゃったりとかして、こんなんダメだみたいな、そういう激しさもあるのも知ってはいるんですけれども、とはいえ彼は彼の美学があり、それに沿って、シンプルに世の中の人に役に立つものを世に出すっていう、カリスマの経営者だったんですけれども、名言がいろいろ残ってる中で、この言葉とかも本当にマーケティングと言われる、いわゆる集客の腰っていうか一番核になるところの話をうまく言い当ててるなっていうふうに思って見てたんですね。これは恋愛論とかでもね、そうですよね。例えば相手の自分が例えば好きな女性がいて、その女性にアプローチするのにもう一人その、好きでいる人がいた時に競り合うわけですよね。その時に彼が10本送ったから自分は15本っていう、これはやっぱり短絡的で違いますよね。本当にその女性が欲しいものをきちんと
理解をして先回りしてプレゼントすることができる人の方が当然女性からすれば嬉しいわけで、まあ、その考えが できるかどうかっていうのはいろいろあると思うんですけれどもね。だからこの背景っていうのは当時ですね、まあ、iPhone を作り出す前に、まあ、当時の携帯電話っていうのがどんどんですね機能が追加されて新機能新機能ってどんどんスペック勝負になっていったんですよね。まあ、これは男性主導で商品開発をすると割とそういう傾向があるっていう話もよく聞いています。携帯電話がどん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 だから iPhone 買った時に一番驚いたのが説明書がないことですね。私 iPhone じゃなかったんですよ。ドコモだったりとか、あとはまあ au とかソフトバンク、まあね、なんですけど、その iPhone じゃなかったんですよ。今どこのね、3社どこでも iPhone 買えるんですけど。そうするとですね、使用説明書というか、こういうのができますよってこんなに分厚いんですよ。だいたい、まあ当時会社員だったので、まあ私は手で触ってやっちゃうタイプじゃなくて、割とね、説明書最後まできっちり一旦読んでからいじるタイプなんですけど、片道1時間くらいかかる会社の道を1時間読んで、帰りも30分読んでっていうぐらいで、まあ大体1冊読み切る感じだったんですけどね。それぐらい分厚かったんで、iPhone がそういうシンプルな作りをされているっていうのを分かった時に買って衝撃でしたね。お説明書がないとか言って。まあApple の製品って割とそういう部分のねものが踏襲されていて、Windows とかはね、2クリックボタンが当たり前なんですけど、Mac とかはワンクリックですよね、確か。マウス、私、Windows に慣れちゃってるので、右クリックボタンがあるのを、Mac なんですけどね、つけてるんですが、Mac のね、やつとかは本当にシンプルに、ワンクリック、2クリックとかっていうので、やってたりとかするっていう話も聞いたことありますので、まあ、どれだけシンプルにそれを作れてるかっていうのが、まあ、非常に大きなことだった。だから高機能がいいだろうと思うのは開発者のエゴであって、まあ、これ言い換えると教師の先生のエゴなんですよね。これとこれとこれをつければきっと売れるに違いないとか。もちろん私がですね、コンセプト設計するときに、他の教室になくて求められているものっていう、まあ、両方リサーチしてから商品作りとかやっていくんですけれども、その商品作りをやる上でですね、全く求められてないものは作ってもしょうがないですよ。どんなに奇をてらって日本一っていう言葉を使いたいからといって、それをやったとしても多分うまくいかないのも知っているので。何が求められているのか、そして、スポッとこう空いているポジションとかないのかっていうのを調査してからやるんですよ。だから当てる確率はすごく高いです。私が見てあげる方だから、逆に言うとその方が作ってきたとしても、その人の目的が、集客ができるようになる、生徒さんが割と楽な労力でたくさん来るようになる、自分も売り上げを上げたいっていう、そういうのを望んでる人に関しては、まあこれ難しいよね、売れるのは難しい、理由はっていうのを伝えて作り直してもらう。ただし、コーネができないタイプの方もいらっしゃるんですよ。できない方のタイプってどんな方かっていうと、私がこれを教えたい、私がこんなレッスンならいいと思うっていう、その私がっていう主語が結構強い方は、なかなかですね、売れる商品を作るっていう視点に立つのが難しいんですよ。要は自分がやりたいことをやるからです。これ結構多いんですよ。教室の先生っていうのはこだわりがあってやってるのはもちろん全然構わないんです。で、そのこだわりがニッチなところで、かつ誰かに求められるところだったら、それをうまく融合した、まあ、キャッチコピーを使ったりとか、見せ方でバーンと爆発的に売れることっていうのはあるんですけれども、大抵ですね、先生になるきっかけっていうのが、自分がパンが好きだったからとか、昔食べたパン、お母さんに作ってもらったパンが美味しかったのか感激してとかっていうようなエピソードがある方が非常に多いんですけれども、
別に悪くないですよ。そういうエピソードがあるのは悪くない。だけれども、割と皆さんそういう動機でやるわけですよね。そうすると、私が感動したものをそのまま私が伝えるみたいな形になるので、できれば伝えたい相手の人は一体どういうパンを習いたいと思ってるのかって、もう一歩こう引いた目で自分の熱い思いだけではなくてですね、それも見た上で商品構成を作るっていうことができると、だいぶ集客とかはしやすくなるんですよね。私が好きだし、だからそれを教室で教えたいっていうのは、まあ自己満足に近いので、まあ、さっきのバラの話で言うと、相手がね10本送ったから自分15本送るみたいな感じで、どうだみたいな、そこにはお客様不在、相手の女性の気持ちが不在っていう、まあ、そういう形になってしまうケースとかも往々にしてあるんですよね。だから価格決めの時とかによくお話でね上がるんですけれども、近隣がですね5,000円だから私は新参者だし、やっぱり4,000円ぐらいしか取っちゃいけないような気がするとかって言うんですけれども、本来はこれ全く関係なくてですね、誰を集客したいのかっていうことによって価格は変わっていくので、その人たちがそれを払ってでも習いたいっていうものを、もしも教えることが提供することができるのであれば、他の教室より値段が高くても、他の先生のスキルが年数がある人より値段が高くても、払う人が別に嫌がって払ってるわけではないので、それで商売が成り立つんですよね。なかなかこの考えが難しい。選ばれないと思っているからです。例えば近隣教室4,000、4,000、4,000、4,000ってなってたら、自分が6,000円とかっていう値付けをしたら絶対に選ばれないっていうふうに思う方もいらっしゃるんですけれども、その6,000円に見合う内容と根拠と、その値段を払ってもいいという欲しがる人をちゃんと自分が探してマッチングさせることができる、外向きの発信ができるのであれば、それは多分難しいことではないです。ただ難しいのは、それを考え調べること、こっちに時間をかけたりすることが多いんですよね。だからコンセプト設計って私やるときすごい時間かかりますよ。何度か差し戻しとかもねしたりとかしますので、でもそれぐらいやって、ちゃんと作った商品っていうのはやっぱりちゃんと売れていくんですよね。ここで勘違いしてはいけないのが、その煽って売ることではないっていうことなんですよ。コピーライティングとか、まあ、キャッチコピーっていうのは手段としてあるんですけれども、そのある意味、すごいんですよ。その文章の力っていうのは。どうすごいかっていうと、大したものでもなくてもですね、すごそうに思わせるように文章で誘導するっていうのは実はできてしまうんですよ。だからとても文章がうまい方とかは、例えばそのキャッチコピーとかでね引いて、で実際に来てもらった時に、まあそれがギャップがなければ問題ないんですけど、やっぱギャップがあると逆にがっかり感とかがすごく強くなってしまうケースもあったりするんですね。そうすると逆に評判悪くなっちゃうので、キャッチコピーがうますぎる人っていうのは諸刃の刃ですよね。本当ならいいんです、真実なら。だから文章が上手い人、ないしはキャッチコピーが上手い人は、それをまあ人を欺くために使うのではなくて、誠実にその良い商品と思われるものをですね、きちんとそれが欲しい人に届くように文章って使うのがいいなっていうふうにね思っているんですよ。だからまあマーケティングの話をする時に何度か言ってますけど、誰に何を売るのかっていう、まあこの2つが2大要素でとても大事なんですよね。誰にっていう、その人にとってとても欲しくて、お金をね高くても買いたくなるような商品って一体何だろうって、これはすごい考えないといけないです。で、何をどういうレッスンを売るのかっていうことですね。だから相手が、要は周りの教室がっていうことに引っ張られすぎちゃうと、この人が見えなくなっちゃうので、これ要注意になります。誰にっていうお客様、自分にとって大事なお客様はどういうものを欲しがってるのか、これを探す必要があります。そして何を提供するか。で、最近はですね、もう一個、3つ目ですね、手が足りない3つ目なんですけど 3つ目はですね、
誰が提供するのかっていう、この誰がっていうのも実は評価される時代になっていて、なのでプロフィールっていうのをすごく大事にしてくださいねっていうのは皆さんに言ってます。要は自分が何者なのかっていうことと、その自分がなぜそれを教えるに値する人間なのかっていうことを、まあ、紹介するっていうことですね。これは技術だけじゃなくても構わないんですよね。どういう背景があってそれをやってるのかっていう思いに共感をする。もちろん技術は下手より絶対うまい方がいいですよ。最低限の技術はクリアしてる必要があります。でもそこから先は、例えば20年やってる先生と3年の先生、技術はかなり違います。だけれども、じゃあ絶対に3年の先生選ばれないかっていうと、そうでもないのが市場というものですね。例えば技術のスキルから言うと、おそらく20年の先生の方がうまいです。でも、初心者だったりすると2通りいてですね、このすごい先生に最初から習いたいっていう、こう技術スキルを磨きたい向上心が強い方と、逆にそんなに難しい怖い先生のところに行ったら、すごく自分が怒られて惨めな気持ちになるんだったらどうしよう、嫌だなっていうタイプの人もいるんですね。そういう人はどういう教室を求めるかっていうと、例えば自分と同年代ぐらいの、親しみがある笑顔で、なんか間違っちゃっても許してくれそうな優しい先生とかを選ぶ可能性があるので、必ずしも年数だけで選ばれてるわけではないっていうことですね。その方自身が持っている背景、バックグラウンドとか、今まで生きてきた人生とか、そういうものも全部商品という言い方ちょっと変なんですけどね、教室の空間をお客様は買われるわけですよね。なので、その空間の中の、まあ、アイテムとしてあなたもいるっていうことなので、その方が持つパーソナリティっていうのは他の方には真似できないものになります。だから自分ってどういう人間で、自分とお客様がそれを見た時に何に価値を感じてくれるのかっていう、これをいつでも調査する、ないしはお客様に直接聞いてみるっていうことが結構大事になります。私はコンサル業やって4年目になりますけれども、私のね、生徒様、クライアントさんに、なぜ私を選んだんですかっていうのは、都度都度聞くようにしてます。で、私が集めている方の層もどんどん変わってきているので、それも含めて確認をしなくてはいけないので、よく聞くんですけれども、最近支持されている、私自身が支持されている理由っていうのの多いところがですね、ノウハウとマインドを両方教えてもらえる。だからメンター的な扱いになる。要は自分が方向性がぶれた時に、精神面の方からですね、軌道修正してくれるとかですね、まあ家庭のこととかも 場合によってはビジネスの妨げになるようだったら、それも話乗ってですね、解決の糸口を見つけるっていうこともやったりするから、おそらく、まあ、そういうところも評価されてる部分があるんでしょうけれども、同時に見ていて心を鍛えていくっていうこともしているのが私の一つの特徴です。だからどうしても、その何て言うんですかね、オブラートに包みながらとかっていうのは時間がもったいないし、本質が伝えにくいので、私はもうストレートに言葉がそのまんま伝わるっていう状態で伝えているので、まあ、人によってはきつく聞こえる内容かもしれないし、人によっては「おお、言われちゃった」っていう人もいるかもしれないですけれども、私のクライアントさんになる人はもともと資質がそういうのを求めていて、それを言われたらありがたいと思って受け止めるタイプの人が多いから、私もそのキャラクターでいけてるんですね。だからへこたれてしまったりとか、うわ、そんなこと言われちゃったって落ち込むタイプの方は私と合わないんですよね。そこはやっぱりお互いに選ばれつつっていう、そういう状態でやってるんですけどね。まあ、あとはデザインとかができるっていうことですかね。デザインができるっていうのは、私はデザイナーではないんですけれども、インテリアとかね、ブライダルとか、そちらの方の業界をやっていて、コーディネーターとしてパース書いたりとか、色の組み合わせ、カラースキームで色の組み合わせしたりとか、まあ、配置とか、まあ、いろいろやったりとか、建築の方をやっていたりとかね、してましたので、まあ、そういうデザインの部分で、まあ、ウェブ
あと、ウェブの方のデザインですね。それとか、あとは写真とかやってたりとか、そういった部分が女性の感性に響く、感性マーケティングっていう言葉とかもありますけれども、共感型とか、思いですね、どういうふうな思いでいてるのかっていうのをどう絵で表現するのかっていうこととかを、お伝えするのが割と得意なコンサルタントっていうことになるので、綺麗なものを扱ってる方、ないしはビジュアル的に映えるものを扱ってる教室の先生なんかは私を選ぶケースが多いです。理由は男性のコンサルタントだとデザインの話までは、相談に乗ってもらいにくいと思うからっていうことですね。自ら手を動かしてデザインをするっていう男性もいますけれども、コンサルタントでそれっていうのは私は少ないな、今まで見てきてそんなに合ってないんですよ。だからノウハウとかそのビジネスの方で、ガツガツいくっていう方向は伝えられるんですよ。その微妙なニュアンスとかそういったものは伝えるのは難しいタイプの人が多いなというふうに感じてます。だからそれを自分で分かって、それをだから売りっていうふうに思ってるので、そういうデザインセンスがありそうとか 思われるような、例えばバナーヘッダーとかですね、あと自分が撮っている写真とか、インスタグラムとかにも載せてますけれども、一応そういう写真も自分で自ら撮れるコンサルタントだよっていうことを見せておくと、ホームページのチェックとかもその視点でチェックしていきますので。そのあたりを信頼されてるっていうこととかもありますよね。だから私を求めてくる人っていうのは、そのデザインセンスであったりマインドも、含めた状態で全体を見てほしいっていうタイプの方が私を選ぶ傾向があるっていうのを私は知っているので、そこの人に合うように響くように、日々の発信であったりとかブログを書いたりとかしているんですよね。だから私がノウハウ寄りでそこをガツガツやっていくっていうタイプのコンサルタントだったら、見せ方をもっと変えるはずです。これは要は私のお客様が求めているものと私が提供したいものっていうのが合致している状態を作っているから、その状態で集客が回っているっていうことなんですよね。だからこれはコンサルだからできるとかいう問題じゃなくてですね、パン教室の時も私はそういう世界観を作っていて、その私に習いに来る、ないしはそのパン教室なんだけれども会いに来るっていう表現をしてる生徒さん結構多かったんですよ。月1回タカコ詣みたいな形で、要はパン教室なんだけど、パンはもちろん習いに来るんですが、会いに来ると元気をもらってまた来月から頑張ろうっていう気持ちになって帰れるから来るって言ってる方がいらっしゃったんですね。そうするとその方っていうのは、パンを習うことは目的の一個なんだけど、一番メインの目的は私に会いに来て私の話を聞き自分の話を聞いてもらう、これが一番の目的になるので、そうなってくると、ライバルの価格がとかライバルのパン教室がとか全く関係なくなってきて、しかも習えるものも私が提供するものなら何でも言う。良かったんですね、その方とかは。だから全部ほぼ習っちゃうと、私が講座を作らないとですね 習いに来る理由がなくなっちゃうのでですね、早く先生作ってくださいとかよく言われてましたけれどもね。そうすると結局イベントレッスンで食いつないでてもらってですね、またコースを立てたらまた入ってくるっていう。当然その後私はパン教室を閉じてますので、それ以降はその人がどんなに通いたいって言われても通える状態ではなくなってしまったんですけどね。教室開業するのであればもちろん私で、ね、また言ってくれればお付き合いが続いたんでしょうけど、その方は純粋にパンを作りたかっただけなので、一旦そういう形でね、ご縁は終わってはいるんですけれども、そんな形でですね、お客様が何を求めているのかっていう、本当に求めているものを真剣に考えたり探ったりしたことがあるのかっていうことですね。あとはそれを今すでにもうクライアントさんがいるんだったら、改めて本当は何をしたいのかとか、どんなサービスが欲しいのかっていうのを聞いてみるのもいいと思いますよ。3年とか5年とか経ってる方は特に。私は割と日常会話の中で普通に聞いちゃってるので、
もうその声で大体講座作ったりとかしてますからね。これこれこういう事情でこういう時知りたいとかって言うと、あ、それ知りたいんだ、もちろん自分の知識とスキルでできることだったらそのまま講座作っちゃいますけれどもね。じゃあ、こんなこれこれこういうふうにそれに応えるためにこういう知識と技能があったらいいと思うから、それを講座作ったら習いに来るとかって言って、あ、行きます、1人目捕まえました。でその周りにたまたま話を聞いていた人、そんなの作ったら来るとか言って、あ、行きます行きます。だいたいそれでね、5人6人とか普通にすぐ埋まってしまうので、外に出して募集をすることなくですね、私の抱えてるコンサル生さんっていう方が困ってて欲しい知識技能とかを提供する講座を出し続けることで、外向きに集客してなくても収益は上がるような構造を作ってることはできてます。だから欲しいものは何なのかっていうことに対して答えがあればそれでいいっていうことですね。これは自分がやりたいことベースで、講座を作る人にはその考え方はないので、難しくなります。私の場合にはそのみんなが欲しいと思う講座で私の知識技能が足りないと分かった場合には、それを提供できる人とご縁が私がつながっている場合には、その方を招致してそれで講座を作ります。それは自分が教えるよりは全然利益は薄いですけれども、求めていることに応えるっていうことで、満足度は上がりますよね。満足度が上がるっていうことは信頼価値が上がるっていうことですね。私に対する信頼が上がります。そういうことも、人を呼んできてでもそれを提供してくれるってことをやってくれる人だっていう信頼ですね。だから必ずしも自分で全てを賄わなくてもいいということですね。得意な分野は得意な方に教えて、ただこればっかりね、やってると、自分がダイレクトに教える方が当然課金はダイレクトなのでいいのですが、ブローカー業になっちゃいますね。紹介つなぐだけの紹介業になっちゃうので、それは不動産とかああいう部分の大きい金額の時にはいいかと思うんですけど、教室業レベルだとそれだとね、生計が成り立たないっていうことになります。なので、お客様の声を聞くっていうのはただ声を聞くだけじゃなくてですね、商品開発っていう意味で本当に耳を傾けて、自分のエゴを捨てて、それをシンプルに実現することができるのかという目線から組み立てるっていうのが必要になってくる場合がありますね。そうすると、だから値段がこれだと高くて自信がないっていうのはやっぱりまだリサーチ不足だし、近隣の教室がこれを教えてるから私それよりもいっぱいアイテムつけたりおまけをつけようと思うんですっていう方に走る話を持ってくる時には、お客様見てないよねっていうことで差し戻しに大体なります。相手がそうだからっていうのは参考にしてもいいけれども、その人が、その相手の教室の方が集客しようとしている人とあなたが集客しようとしている人は違う可能性が高い。これを理解できるかできないかで集客の楽さ度合いが随分変わります。はい。なので、今日のテーマですね、ライバルがバラの花を10本送ったらあなたは何本のバラを送るのかっていうところは、そもそもバラじゃないかもしれない 花じゃないかもしれなくて、食べ物とかケーキの方がいいかもしれないとかね、そういうお話ですね。はい。ということで、本日の、テーマはですね、自分で、自分のやりたいことだけをやるのではなく、お客様が本質的に求めていることを提供するというビジネスモデルを作りましょうっていうお話でした。ご参考に。それでは。